マイケル・コルレオーネ、マイケル・コルレオーネ、A、マイケル・コーリオニーは、ゴッドファーザーシリーズに登場する架空の人物。アメリカンフィルムインスティチュート、AFI が企画した、AFI アメリカ映画零レ零レシリーズでは、アメリカ映画の悪役ベスト50で11位、アメリカ映画の名セリフベスト100で、彼のセリフ、Keep You A Friends Close、b スク You A n m s Closer、敵の懐に入れは58位に、 ランク入りしているゴッドファーザーシリーズにおける微刀コレレオーネと並ぶ主人公。微刀の三男として生まれ、1950年前後の一連の出来事を通して、ファミリーを引き継ぎ、二代目ドンとなる。第二次世界大戦、太平洋戦争を海兵隊員として過ごし、その活躍で英雄と呼ばれる。当時は高い知性を持ち、理想化肌で、 人から自然と尊敬を集める青年であった。微刀も、マイケルを、後継者にするつもりはなく、やがて政界に進出し、ファミリーの表看板を務めてくれればと希望していた。しかし、微刀暗殺未遂事件、長兄ソニー暗殺を経て、父の後継者となる。ファミリーを引き継いでからは、感知にたけ、冷徹な命令を平然と下し、 邪魔者を徹底して排除する性格へと変貌していく。これによって、裏世界でも多くの成功を勝ち取り、父、美等をも超える勢力となるも、父とは対照的に家族を守るための行動が家族を崩壊させる結果を招く悲劇に襲われる。小説版においては、美等の方が主人公という印象が強いが、映画においては、1945年以降を主軸に、 話が進むため、マイケルの方が主人公という印象が強い。ちなみに映像化する際、役者と監督の知名度の無さから工業的失敗を危惧した配給会社は、当時人気絶頂のロバート・レッドフォードをマイケル役にとフランシス・フォード・コッポラに進めた。しかし、原作のイメージを尊重したコッポラは、典型的なアングロサクソン系のレッドフォードではなく、 シチリアにルーツを持つアルパチーノこそマイケルには、ふさわしい、と譲らなかったという。1920年、アメリカ、ニューヨークのリトルイタリーで、ビトー・コルレオーネの三男として誕生。オリシもこの年は、父、ビトーがファヌッチを暗殺して、マフィアとしての道を踏み出した年だった。1941年、日本軍による、真珠湾攻撃。これを受け、 アメリカが参戦し、マイケルは家族の反対を押し切って、大学を中退して、海兵隊に入隊する。1944年、海軍十字章、パープルハート章を授与され、英雄として、ライフ氏の表紙を飾る。1945年、戦争終結を受けて、海兵隊を除隊、最終階級は大位、ダートマス大学に復学する。この頃、 ケイアダムスと婚約する。同年12月、微刀暗殺未遂事件が発生。父の見舞いに病院を訪れた際に、父がさらなる暗殺の危機にあることを察知し、起点を聞かせて暗殺を阻止する。この時、暗殺に協力していた、マクルスキー警部に顔面を殴打され、鼻に障害を持つ。1946年、報復として、父の暗殺を企てたソロッツオと、 マクルスキーを暗殺。その後、シチリアへ逃亡し、美党の給油で、地元マフィアのドン・トマシーノにかくまわれ、父の故郷で過ごす。さらに地元の女性アポロニア・ビテリに一目惚れし、そのまま結婚。1947年、これでオーネとタッタリアの抗争が激化。シチリアにも火の子が飛び、車に仕掛けられた爆弾によって、妻アポロニアが爆死する。 さらに翌年には、兄ソニーが暗殺される。1949年、李桃の和平提案により立ったリアとの抗争集結。マイケルもアメリカに帰国する。李桃が、相談役に退いて、事実上引退し、コルレオーネファミリーの後継者として、ドンを引きぐ。合わせて、ケイト再婚。1951年、長男、アンソニーが誕生。 二年後の1953年に、長女メアリー・ルイズ誕生。1955年、父人を死去。これを機に、ニューヨーク五大ファミリーの、ドン、およびモーグリーンを暗殺する。合わせて、裏切り者、カルロリーツイ、サルテッシオを粛清。1957年、ピーター・クレメンザ死去。これをきっかけとして、幹部のフランク・ペンタンジェリー、フランキーと、 事実上配下のロサと兄弟が抗争を始める。さらにハイマンロスの暗躍によってマイケルに裏切られたと勘違いしたフランキーが FBI に逮捕されたことをきっかけとして違法ビジネスについて供述を始める。1959年、フランキーの供述をもとに犯罪調査委員会、公聴会が開かれ、マイケルは召喚を受ける。しかし、 上院議員やフランキーへの圧力によって、マイケルの犯罪が問われることなく、閉会する。その頃に、母カルメラが死去。その後、ハイマンドスを暗殺。合わせて、裏切り者のフランキーと、さらに兄のフレド・コルレオーネを粛清する。1959年の一連の出来事を受けてケイト、離婚。その後、ビト・コルレオーネ財団を設立。 シチリア復興のための基金として多額の寄付を集め1975年バチカンの加護を得る。これを機に違法ビジネスを分離してファミリーの合法化をすることを決断。財団の看板を長女メアリーにし合法ビジネスの後継者とする。1979年バチカンと関係の深い投資会社の損失を穴埋めすることで合法ビジネスを 万弱のものにしようとする。しかし、シチリアに絡む利権から、当地の政治家、ドン・ル・ケージや、父、リトーと友人だった、ドン・アルトベロが暗躍を始める。違法ビジネスを引き継がせた、上位ザザと確執を起こし、その後、そのザザが、アルトベロにそそのかされて、友好ファミリーの会合の場で集まったドンをみなさつする。ザザと構想が始まるが、 最終的に自身が後継人を務める、老いのヴィンセント、ソニーの維持がザザを暗殺し、表面的な抗争は終結する。その後、ヴィンセントを違法ビジネスの後継者として助言などを行うようになり、実質的な権限などを与える。1980年、コニーの毒殺によって、ルケージ、アルトベロ暗殺。しかし、同日アルトベロの放った暗殺者によってメアリーが、 マイケルの身代わりとなり死亡。以後、この時のショックがもとで、シチリアの固い中で廃人のように過ごす。1997年、死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。